兵の倒し方は、影の倒し方はさっき学んだ。この炎なんだろう。設置系か？ただの設置っぽいね。で、行こうか。結構来たな。そしたらこいつの行くルートっていうのを。上から行くか。そっか、そこであいつが邪魔してんだね。そうだよね。すげえな、考えられてんな。思った、鍵取ってた。そうだ、鍵取ってたわ。10ステージ待って、そういうのはずるいって。おっしゃ、なんか死んだけど来た。待って、ずるいってそれ、難しいな。お、ジャンプしたって今。そうすると今度こいつが降ってくるのか。あ、大丈夫、とりあえずここまでは来ないのか。意外と このさ、こういう時に行けないんだよね。だから結局は行くんだ。ではね、これいけるかどうかをちょっと見ないとダメだから。間違えたけど、こうしときゃいいってことかな。で、こっからどうやって上に上がる。あ、この真ん中か。違うな、真ん中じゃない。どうしようかな。あいつを炎をどうにかしてもしょうがないんだな。
そっか、分かった。落とさないで、落とさないで、こう切って、こう切って、ほっ。ちょっと怪しかったけどね。そっか、それでそうなるんだ。あぶねえ、後ろ見えてなかった。わーい、なんだあいつが見てんの。あと早い、あれ待って、戻ってきた、待ってきた。あの飛んできたやつ、早いって何、どっから来たの、こいつか。よく見えた。で、足を上に、上に、で、で、上に行くでしょ。え、渡れんのこれ。もう戻れなきゃいけないもんな。助けて。なぜかいけた。意外と受けれるな。あ、そういうことか。あれどうやって当たんの？あのさ、木の、あのドクロップや窓の下あるじゃないですか。あそこに足場を作れれば落とせるなって思ったんですけど、わ、すごいところに座っちゃったな。ああ、こっち来た。やっていけた。何分かかったんだろう。多分バッツリカットはしてると思う。
そっちが来て、しかもこれあれだね、上から降ってきても倒せないタイプだ。とりあえず先に進むしかない。その前に残り続けるのは。完全なる死にゲー。この微妙にさ、オッケー、どうぞ。ちょっと時期狙いっていうのがあるかな。挟まれた。ごめん。ジャンプ避けろ。いやでもさ、鍵は取ったことになるからさ、もう次ゴール目指せばいいもんね。そうだね、そういう越し方をするか。意外といけない、すぐ上に直進できない。あのビルダーズみたいくさ、自分の足元にあれを置いちゃうと、ブロックが出ちゃうとすごい多分途端に楽になるんだろうね。ってダメだな。くそ。ただやられても魔法がストックされるから。いけ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 、やったー。足しびれてきた。1時間やってるけど30分かける2になんないんだよね、多分これ。ダメだって。あ、そういうことね。さ、これダメだ。強かった。これ難しいな。
やっと越した。はあ、なんとかいけたね。しまって、カットするところメモんなきゃいけない。割とすぐ多分越したような感じになると思うけど、11と13ね、11と13。あー長かった。軽い気持ちですぐ越せるかなと思ったけど、全然そんなことなかったね。14、このコウモリは何？怖っ。鍵どこ？鍵を探さないといけない。探さないといけないのこれ。あった、ラッキー。あのドラゴンに散々に手に出されたもんな。意外とジャンプした後に硬直が発生するんですよ。とりあえず上に上がっていく。よっしゃ、差が激しい、本当に。15、20回ぐらいまで行きたいなと思ってたけど無理くせー。
こっちが起きちゃえばさ、あとこれ、イミシンの声何？持ってくんだか、これ。あ、フェアリーか。あんまり近く行きすぎるとビー押せなかった。うーわ最悪。せっかく鍵取ったのにさ、これさ、ここのステージさ、鍵取っちゃえばさ、デスルーラーにすぐ戻ってこれるじゃん。どうやって行ったんだろう。こうか。君邪魔。あー右上一枚だった。右から回ればいいか。鍵だけ取っちゃえばいいかな。いやー、ふう。おい、お疲れ。ゲーム5時だ。死ね。よし。ダメ。何君。まずいね。でも降ってきた炎は消えたけど、これこのまま上に上がっちゃえばいいんじゃないかなって今思ってるんだけど、どうなんでしょうか。そんな簡単？でこれでそのまままたさっきみたいに、あ、でもさっき炎を、すぐ降ってくんのよくないって。おお、で上がってって、でこれでもう一回同じように上がっていく。そのたまに降ってくるものは何なんだろう。で、よし。
なんか雰囲気が違う気がする。押すだけだったらすぐ越せそうだけど、なんかあんのかな。音楽変わったよね。なんだそれ。あ、でもさ、これもしかしたら倒せんじゃね。ほら、ボーナスステージ。ただ問題は、あ、白いやつがあれかな。ライフ回復っていうか、時間回復だよね。誰でしょう、彼にやられるんでしょう。あと目星そうなのは、やばい、クリアだ時間の減り方が異常だった。17。舐めてんのか、ほら。どうしろっちゅうねん。どうしろっちゅうねん。抜けていけっかなと思ったけど、ちょっと無理っぽいね。余計なことしやがって。え、どうするこれ。進めねえぞこれ。なぜか大丈夫だった。これで大丈夫らしいです。で、そうするとここが一個開いたんだけど、なんかいけた、なんかいけたけど、いや、ここまでしとっかね。ちょっとここをどう打開するか。がさ、じゃあこうやっちゃうともうすぐこっち来ちゃうからダメなんだよ。でこの下を縫っていくのも現実的じゃない。
やっていけた。なんかクリアしないとね、忘れちゃう気がしてさ。よし、ここで終わろう。18ね。よし、1時間半取ったけど、1時間ぐらいの尺になるんだろうな。じゃあ終わります。お疲れ様です。また一応続けてやりたいなと思います。